こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズン、ヨーロッパリーググループステージグループ E 第3節、オモニア対マンチェスターユナイテッドの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果と知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。オモニアのホームスタジアムであります GSP スタジアムで試合は行われました。オモニアはニール・レノン監督のもと 3-5-2 の形です。ゴールキーパーファビアーノ、3バック右からミレティッチ、エクトル・カントン、ラングの3バック、右のウィングバックにマシーズが入り、左のウィングバックにレツヤクスが入ってます。で、中盤3枚はディスケル、ハラランブス、バーカーで、2トップにブルーノ・ソーザと、アンサリ・ファルド、という形になっております。対するマンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグのもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーデヘア、4バック右からダロとリンデロフ、リサンドロ・マルティネス、マラシア、ダブルボランチにカゼミロとエリクセン、右アントニー、トップ下ブルーノ、左サンチョ、ワントップクリスティアーノ・ロナウドというような形になっております。では試合結果といきまして、合計スコア2対3という形でマンチェスターユナイテッドが勝利いたしました。ヨーロッパリーグとはいえど、結構ね、ガチガチのメンツを出してきたということもあるのと、カゼミロを試したりとか、リーグ戦の方では疲れていない、クリスティアーノ・ロナウドを使ったりとか、いろいろ試したりしながらの、コンディション上げつつのみたいな形での起用にはなったと思うんですけども、基本布陣のメンツというかね、起用選手っていうのは基本的にユナイテッドが相当、ガチガチのメンツを出してきてるんで、勝ちに来ているっていうことはもちろんわかるんですけれども、内容そして結果を見てみても2失点していると、これは非常にいただけないですし、この先、戦っていくのにちょっと不安がやっぱり感じるなっていうのを、否定できない。やっぱりマンチェスターユナイテッドのサポーターの方々、私も含めそうですけれども、多分今回の試合を見て確かに勝ったけれども、結果以上にこう内容等パフォーマンス等でちょっとこう不安を感じてしまうような、内容だったと思うんですね。で、特にやっぱり直近のマンチェスターシティとの、ダービー戦を終えたばかりというタイミングだったので、練習の風景とかを見ていると、笑顔もこぼれたりとかしてたので、しっかりと切り替えできているのかなっていうところも感じてはいたんですけれども、オモニアというね、クラブ、正直今回ヨーロッパリーグで対戦しなければ知らなかったし、調べることも正直なかったんですけれども、こういう、どちらかといったら日本的には無名に近いようなチームと戦うってなった時に、大量得点だったりとかっていうところを、目指していかなければならないんだけれども、最終的にはこういった形になってしまったと。オモニアもオモニアで、クオリティだったり個々の質っていうのは正直ね、そこまで高くないし、プレミアリーグで普段やってる選手たちと比べるとね、当然レベルの差っていうのはあるんですけれども、ベースとして、我慢強く守ってカウンターっていうところをベースに戦ってて、2得点取れたっていうのは、彼らにとって自信になったのではないかなと思いますね。はい、では内容の方に触れていきます。ではまずオモニアの方から触れていくんですけれども、基本的にオモニアはですね、ボールを運ぶことほとんど選択しません。ロングボールもどんどん蹴ってくるし、背後にもボールもどんどん蹴ってきますと。で、つなぐ意思もある程度たまに見せるんですけれども、配置がこうね、あまり整ってないし、距離感が遠かったりとか、ユナイテッドにとって捕まえやすいような配置でみんなが立ってくれるんで、うまくビルドアップができないと、前進するための配置が整えられてないよっていうところは、非常に感じました。それはね、オモニアに限らず4大リーグのクラブでもそういうチームたくさんあるし、そこでできてたらね、それはそれですごいなっていうところではあるんですけど、予想できたというかね、こういった戦いしてくるだろうなっていうのは、ある程度ね、配置とかそこまでこだわってないだろうなっていうのは、ある程度予測はできてましたけれども、そこでユナイテッドもしっかりとね、同サイド圧縮だったりとかプレスでね、制限かけたりとか、向こうがねそこまで寄せきってない状態でもボール蹴ってくれたりしたこともあったので、しっかりとボールを回収しながら、ボールを持つ時間を作れていたと。
オモニアはオモニアでボールを持った時の選択っていうのは、まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、どんどん前にね、まあ、蹴り込んでいくとか背後とかフォワードに当てるとか、まあ、基本はそういう形になるんで、もちろん展開することももちろんね、先ほども言ったんであったんですけど、まあ、基本的にほぼ捨ててるに近い、ビルドアップに関しては。で、守備に関しては基本的には 5-3-2 でブロックを固めて、ハイプレスとかほとんど仕掛けないし、どちらかというともうリトリートでずっとこう下がっていくような形で、まあ、最終局面はやらせませんよみたいなことを、まあ、ベースに考えていたんですけど、まあ、結構そこでもね、選手間にラインが、ラインというかスペースが空くし、人の動きにつられすぎて、重要なスペース空けてたりとか、まあ、あとは個々の部分でボールを持った時のやっぱり違いの部分で、まあ、簡単に突破されてしまったりとか、寄せすぎてしまったりとか、逆に距離を空けすぎてしまってたりとか、まあ、ある意味こうリスペクトに近いようなところもあったのかもしれないんですけれども、まあ、正直先制点を取れるとは正直思ってもなかったし、固く守れてたっていうわけでもないんですよ、まあ、正直に言うとね。でも、まあ、こういった形で2得点取れたっていうのは大きいですよね、はい。だからまあ、ね、グループステージ突破っていうのは正直なかなか難しいクラブだけれども、ユナイテッド相手に2得点取れたっていうのは非常にね、まあ、前向きに捉えていくことなのではないかなと思います。はい。では対するマンチェスターユナイテッドの方なんですけれども、まあ、基本的にはですね、2バックプラスウィングが幅取って、サイドバックは結構内側に絞るような役割取ってました。まあ、ダロトは結構高めまで上がっていくし、ここ直近のダロトは結構その背後への抜け出しとかも結構見せてくれるんですよ。まあ、ボールは出てきてないですけどね。まあ、このあたりは、まあ、どんどん武器として使えるし、どんどん使っていくべきだと思うんですよ。特に今のユナイテッドって背後へ抜け出した時の駆け引きできる選手って本当に少なくって、まあ、今日だとロナウドとか、まあ、ダロトがその瞬間やってくれてたりとか、まあ、たまにアントニーがやってくれたりとか、あとはブルーノが出たりとかかな、まあ、このあたりぐらいなんですね。他の選手が出たりとかすると基本的にその裏の駆け引きとか正直そこまでうまくなかったりするんで、ないっていうところがあったりするのが、まあ、日常茶飯事だったんですけれども、まあ、ダロトが、巧みにね、まあ、抜け出してくれたりしてたことは意外と効いてたかなと。あとはそうですね、カゼミロがアンカーの立ち位置になってたので、基本的にやっぱりアンカーに一人がどしっと構えていると人が必ずそこに引きつけられると。でその脇の部分が空いてくるんで、そこに対してね、両サイドバックが内側絞ってボールを受け取ったりっていうことをしてました。あとはウィングで幅を取るサンチョだったりとかアントニーだったりとかがね、まあ、結構積極的にボールを持てるような時間帯っていうのも非常に多かったですし、まあ、仕掛けるシーンとかも非常に多かったです。ただ感じた方も多いと思うんですけど、やっぱりこうボールをこねる癖がね、まあ、特にサンチョは多くて、判断がねちょっと後ろ向きの瞬間とかもあるんですよ。で実際それで失点につながりそうな瞬間とか、失点につながったかな、なんかサンチョの扱いのところでなんかバックパスかなんかして回収されてカウンター食らったと思うんですよ。確か1失点目だったかな。でそれが、まあ、別にサンチョどうこうっていうだけではないけれども、それまでに点を決めとけよっていうところでもあるんですけどね。でもやっぱりこうオーバーラップしてきたりとか、ニアのポケット取ってくる人間がいたりとか、ハーフスペース取る人間だったりとか、まあ、そういう適材適所で人を引きつけてくれるような立ち位置にみんなが立ってくれたりすると、もしかしたらそういったこともなかったのかもしれないし、だからどちらかというとね、こうアントニーに比べるとちょっとこう後ろ向きなパフォーマンスが多かったから、多分45分で交代になってしまったと思うんですよ、サンチョね。まあ、もちろんまあこれからのリーグ戦っていうことも考えてるとは思うんですけど、ボールを持ったらね上手いんですけど、ボールを持った先のアイディアとかも持ってるし、フィニッシュも上手いんですけど、やっぱりそのシンプルにボールをはたいたりとか味方を使うとかっていうのが、まあ、あまり得意なプレイヤーではないのかもしれないしとか、まあそうだと思うんですけど、まあ、その辺でね、まあ、ちょっとこう困惑してしまったというか、チームとしても、まあ、ちょっとこう遅行になってしまったところはあるのかなと。でアントニーもアントニーで基本的に幅取ったところ、まあ、ボールキープできるし、まあ、技術力があってね、ボールをこう、ね、失わないでいてくれる、あれは本当にすごいと思うし、あとはカットインしてからのシュートとかも本当に武器が多い、あとはどん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 仕掛けていけるタイプなんで、まあ、サンチョに比べると結構ねこう前向きにプレーしてくれていたのは非常に好印象ですね。うん、あとはそうですね、まあ、ユナイテッドの話で、まあ、攻撃のところで言うと、ボックスの外側で受ける人数が多すぎるんですよ、
今日の試合もそうだったんですけど、まあ、ロナウドが孤立してますよね結構中で、まあ、ブルーノがたまに入ってきたりダロトがねその駆け引きの瞬間だけたまに来てくれたりはするんですけど、基本的にやっぱりこうロナウドともう1枚、まあ、できればもう1枚3枚ぐらいはやっぱ中でね構えてくれてる方が嬉しいし決定機にもつながるし、なんだったらそこに3人入ることで引きつけられてワイドがねフリーになりやすいとかっていう、まあ、効果も出てくるわけなので、ねまあ、そういう人をかけた戦いみたいなことをボールは持って人は使って押し込んではいるんだけど、その先のクオリティでやっぱり物足りなさ感じてるのはやっぱりその最終局面での、まあ、人の少なさっていうところ、やっぱりロナウドにこう背後へボールを落としたとしてもロナウドの近くに人がいなければ難しくもなってしまう。もちろんロナウドもロナウドで今日決定機も何個かあったし、ダロトからのなんか、ね、ゴールキーパーかわしたかなんかの後にパスもらってシュートでポスト当たったみたいなシーンがあったんですけど、まあ、あれは決めなきゃダメですね。今までのロナウドだったら決めてくれてたと思うんですけど、ね、やっぱりまあ年齢も重ねているし試合もねここ直近あんま出れてないっていうこともあって、もしかしたらその試合感的なところでね、まあ、空いた形になってしまったのかもしれないけれどもね、あの形を絶対この先も作っていくと思うんですよユナイテッド、ああいう形で押し込んでいくサッカーをね。でも押し込んだ先でも結局まだクオリティが必要なのは、まあ、今回の試合を見て、まあ、より分かったと思うし、まあ、それこそやっぱバイエルンとかマンチェスターシティとか、まあ、こういったクラブをね、それこそマンチェスターダービー見られてた方も多いと思うんですけど、シティやっぱポケット取る人数とかそのオーバーラップとかボックス内に関わっていく人とかその瞬間的なスピードを生かしたね攻撃とかもこういろんな手数を持った攻撃してくるわけなので、押し込んだ状況になった時の崩し方もたくさん持ってるわけなんでね、まあ、その辺もね、まあ、ユナイテッドまだまだこれからねつけていかなければならないしやっていかなければならない。あと個人的に思うのがエリクセンが低めの位置に関わっていくのは全然いいんですよ、全然いいんですけど、やっぱり僕はね基本的にはエリクセンには幅を取った選手のニアのポケットを取っていくランニングをさせるか、ハーフスペースでボール受けたりとかさせてそこからクロスを上げさせる役割をさせてあげたいんですよ。もちろん、まあ、その状況によっては幅を取る選手が内側若干絞って仕掛けた瞬間にオーバーラップしていくとかっていうのも、まあ、デブライネとかよくやってますけれども、まあ、空いた形とかも全然ありだと思うんですよね。だからちょっとこうボックスの中央寄りでの外側でちょっと受けたりとかすると確かにまあミドルシュートっていう武器があったりとかするんですけれども、ね、あれだけのキックを持ってる選手なんでサイドにもっと人をかけて厚みを加えてそこで崩しきってクロスにロナウドだったり、まあ、左からねサンチョとかラッシュフォードがグッとこうダイアナゴルにね斜めに入ってきてくれたりできたらいいんですけど、まあ、してくれたりするとまた攻撃の厚みも出てくるし、で例えばマクトミネとかを使ったとしてマクトミネに、そういうサイドでの崩しの瞬間にボックス内に侵入していくような動きをしてくださいねみたいなことを言うのもありだし、まあ、ブルーノにその役割を、まあ、させた方がいいのかもしれないけれども、だからまあボールを受けたがるというか、まあ、足元で受けたがる選手が多いですね、まあ、この辺も、うんまあ、停滞につながってた要因かなというところは感じましたね、はい。で、あとは守備の部分なんですけど、もちろん、ハイプレスどうこうっていうよりも結構先ほどね、まあ、オモニアの時にも言ったんですけど結構蹴ってくれるんですよ。そこまで寄せきれてないのに蹴ってくれたりして、まあ、ありがたいなっていう感じだったし、まあ、そのデュエルの部分でやっぱりもうプレミアリーグ本当世界屈指なんでやっぱこう球際のそのぶつかり合い負けないしね、基本的にやっぱこうユナイテッドがまあね、なんて言うんだろう、普段プレミアリーグだったらねできないようなことができてしまえる、本当にこう単純なこうフィジカル勝負だけで、まあ、勝ってしまってボール回収できるみたいなこともまああったのでね、まあ、その辺はやっぱこうより楽できたところではあるのかなっていうのは感じますね。だからそれをよりね、こう生かしていくというか、こう結果としてつなげていくためには、もう少し攻撃のところね、先ほども言いましたけど、やっぱ上げていかないとダメなんだろうなっていうのは、やっぱりより感じますけれども。あとはそうですね、リサンドロ・マルティネスは相変わらず素晴らしかったのと、ダロトも良かったと思います。で、マラシアがね、まあ、失点につながるミスしちゃったんで、あれそれがそうか、サンチョから戻されたボールをマラシアがちょっと無理にキープして回収されてカウンター食らってやられたんだよね。
まあね、マラシアもマラシアね、やっぱまだ若いしね、こう判断とかそういうのもまだまだね、今から植え付けていく、今から学んでいくところなんで、まあミスも出てくるでしょうと。まあ当然ルークショーっていうライバルもいるし、まあ併用して使っていけばいいと思うしね。なので、まあ今回ミスしたことをね、まあ、これから生かしてもらって、まあ頑張っていてもらえたらなっていうのもあるしね。で、エリクセンも、まあ、素晴らしかったと思うし、まあ、風見ろも、まあ、できることしっかりとやってたと思うんで、まあ、9大点だと思うし、で、アントニーは良かったと。で、ブルーノも、まあ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 、顔を出すところとか、まあいいんですけど、まあ、これ、例年に比べるとやっぱパフォーマンスちょっと落ちてる感は否めないと思いますね。特に、まあ、キックの精度がちょっと落ち始めてるかなっていうのは感じますね。あの、低めの位置からの、あの、ラッシュフォードの得点かな？一気にこう背後を使ったカウンターみたいな、あのキックは素晴らしかったんですよ。でもやっぱりブルーノって、まあ、そこで関わるよりももっともっと前で関わった時のフィニッシュに精度を使ってほしいタイプなので、正直その役割だったら、あの、昨シーズンまでのポグバと一緒なんですよね。まあ、正直ポグバもそこで使うのどうだったんだっていう話ではあるんですけどね。まあ、でもやっぱり低めの位置からこうゲームを作っていくことを考えるのであれば、まあ、もちろん球を出せる人材がね、そこにいるだけでも全然違うっていうのはあるんですけれども、でも結局ああいった形でカウンターというか背後へのボールで点を取ってしまうっていうことはね、まあ、自分たちのスタイル、まあ、強さっていうのは間違いなく1個持ってるっていうことなんだけど、押し込んだ中での得点っていうのは結局なかなか取れないっていうのが、まあ、実際の理由であって、まあ、現実にはそういったことが起こってると。まあ、ここをね、積み上げていくのは多分相当時間がかかると思います。まあ、アントニーとか、まあ、エリクセンとか、まあ、ブルーノとか、まあ、カゼミロ、リサンドロ・マルティネス、ダロットぐらいかな、ロナウド、まあ、いけるか。このあたりはね、多分、まあ、それなりに時間かからずに即フィットできると思うんですけど、押し込む中でもね。ただ、まあ、サンチョとかは、あのドルトムント時代でもそこまでボール持つって言ってもうまく整理されたところでやってきてないし、どちらかというとショートカウンターベースに戦ってきてるし、でラッシュフォードなんか典型的にそうだし、でマルシャルもどちらかというとそうだし、まあ、結果は出してるんですけどね今ね。でスペースある中でのフィニッシュと、あのボール持った時の技術はねやっぱ高いんですよね、マルシャルとかね。まあ、ラッシュフォードもスペースあったらね、まあ駆け引きは若干やっぱやばい、まだまだちょっとあれですけど、うまく抜け出した瞬間とか、それこそあのブルーノからのアシストの得点に関しては見事だったと思う。ちょっと膨らんでね出ていってる、あれがね素晴らしいですね。あのまま直線的に出ていくともう完全オフサイドなんでね、まあ、しっかりとまあ見えてたっていうことだと思うんですけど、まあユナイテッドはユナイテッドで、まあ、ここよく僕もラジオの方ね投稿させてもらってますけれども、まあ、当然時間はかかりますよね。やっぱそんなねこうすぐチームを作れるわけじゃないし、こう数年間ねこういろんな個性だったりいろんな考えがこう交錯した中でチームやってきてて、取ってくる選手の個性も特徴もバラバラだし、どういうチーム作りたいのかもバラバラみたいなね、ほんとこういろんな絵の具混ぜて、なんかもう適当に色つけて絵の具というか、まあ絵に、ね、色をつけてるみたいな感じなんでね、それがこううまくねハマった時は綺麗に見えて爆発的な結果も出すこともあるけれどもね、やっぱそれは評価されない時も当然出てくるわけで、まあ、実際は評価されてなかったしね。まあ、とにかく、まあ、ユナイテッドは、まあ、失点したこともそうだし、運びのところでの質、最終局面での質っていうところはもう少し上げていく必要があるかなとね、そこですかね。はい、だからね本当はねあのインサイドにだからダロトだったりとかマラシアを絞らせて使うんだったら、やっぱエリクセンとかブルーノはねやっぱこうもっともっと高めを取ってもらって、そこまで低めでビルドアップ参加させたくないんですよ。もちろん今回の相手だったりとかは特にね、ハイプレスとかでグワーって寄せてくるよとか、動作らしくとか、まあ、スイッチ入れてね、はめてくるとこ決めてくるようなチームだったりすると、うまくその逃げどころを作るために降りてくるとかっていうのは重要なんですけども、やっぱりこう下手にこうプレスもかけてこないし、ある程度ボールを持てる瞬間なのに最終局面だに関わらないところで、作りのところであまりこうエリクセンだったりとかが関わってしまうと、やっぱり最終的なその最後の局面になった時に、まあ、最終的に上がってはきてるんですけど
ね、本当だったらやっぱこうボックス付近とかで仕事させたいしね、うん、だからね僕今サッカー見ててというかマンチェスター・ユナイテッドサッカー見てて余計思うのはブルーノをね一度例えば外すとかして、まあ、ファンデベイクとか入れてもいいと思うんですよ。でファンデベイクとかだとボックス内にどんどん入っていけるタイプなん でそこで確かにこうブルーノみたいにこう技術力みたいなものはないのかもしれないけれどもシンプルに味方を使うとかそういったことはちゃんとできるし結構ねもし今押し込んでいくサッカーで戦っていくっていうことをこういう格下と呼ばれるような相手にだったらファンデベック使った方がいいんじゃないって思うんですよね。でブルーナもプレミアリーグだけ頼ますみたいな。でエリクセンもここまで無理して使う必要もないと思うんでね違う選手使ってあげるっていうのフレージ使ってあげるとかも全然いいと思うしね。だちょっとね相当多分今選手も疲労溜まってると思うんですよ。リーグ戦も使われてヨーロッパリーグも使われてで代表に呼ばれたらまた代表で試合出てみたいな状況なんでね、うまくこういろんな選手使ってほしいですけどね。ねえファンデベイクとかアヤックス時代指導してたんだからもっと使われると思ってましたけどね上手に使ってくれると思ってたんですけど練習でダメなのかな、まあ、何かがこうね評価できないところがあるんでしょうけどねえ。いやでもチャンピオンズリーグでもああいう成績しっかりと出せた選手ですからね僕ならもう少し試してみたいなって思うしねえガルナチョとかも使いたいなって思うし ねあれだけ中盤がいてワイドにもねこう若手の有望な人がいるんでもっと積極的に使っても面白いんじゃないかなって思ったりはしますけどね。まあテンハグはもしかしてあれですね今ちょっとこう自分のやりたいことっていうのもなかなかできない状態じゃないですか、まあ、こういう隠した相手もう明らかに隠したって呼ばれるような相手だったら、まあ、ある程度できるのかもしれないけれどもねえこうなんだろうまずは選手の特徴だったりとかをしっかりと捉えた中でまずはもう勝てる、選手たちの個性を考えた中での戦いっていうのをもしかしたら絞って戦ってるかもしれないですね、だからまあ時間はかかるっていうのは本当に感じますね。はいということで、以上になります、本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました、ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。